なんか統一教会の問題ですけども、結構まあ最近とかではテレビ朝日とかのね、ワイドスクランブルとかでも、まあ結構攻めたりとかしてて、はい。まあ独自のね、まあ、コメンテーターとかを使ったりとかしていて、ちょっとまあ違う角度から、いろいろとまあ見てるというか、うん。まあ、この統一教会っていうのは、その韓国では2008年にキリスト教を偽装している集団って形で、韓国の方ではまあ異端って形で規定されてて、まあ、つまりまあ偽物っていう形の認定をまあされてるんだけども、はいはい、この韓国の方ではキム・ヨンサム大統領の時に旧統一教会に関係のある人物がいるって形で、まあ、そこでまあ そういった話が浮上したんで、まあ、選挙でマイナス要因になるからっていうことで、まあ、そこからまあ表には出てこなくなったっていうまあ経緯があって、うん、ただまあその裏ではつながってたんちゃうかっていう形で、まあ、その証拠にね、この最終党が大型希望統合リゾート開発のまあ承認を経て価格が上昇するのを見越して土地を所有したりとか、はいはいはい、あとまあ平昌五輪の開催地周辺の土地とかも事前に買収したりとか、まあ、事前に土地の価格が上がることをまあ政府からしてたんだろうっていう形でね、まあ、言われたりとかもしますけども、はい、まあ、韓国でもその選挙の時に統一教会の信者が手伝ったりとか、まあ、何らかのまあウィンウィンの関係が成り立ってるんちゃうかっていう形で、まあ、この1960年代にはそのパク・チョンヒ大統領の時に国民の支持がまあ低かったんで、まあ、自分たちを積極的に支援してくれる勢力が、うん、まあ、必要だったって形で、まあ、繋がっていてね、まあ、統一教会もその新興宗教だから、まあ、批判からね守ってくれる後ろ盾が必要って形で、なるほど、さらにもその1998年にはキム・デジュン大統領の就任式に、まあ、文鮮明総裁がまあ会談するって形で、うん、まあ、そこでもまあかなりまあ接近してて、ただまあ国民から批判されて、まあ、関係が消えたかのように見たんだけども、実はまあ裏で繋がってないちゃうかって形でね、はいはいはい、まあ、今でもなんかおそらくね、何らかの関係で深く関わってるんちゃうかっていう形で、まあ、例えばね、その桜井義子さんに慰安婦団体の来日とか、まあ、そういった情報とかを、まあ、韓国政府から統一教会経由で、まあ、仕入れてるんちゃうかとか、まあその韓国ではね、明確にメディアの方で桜井義子はスパイだって形で、まあ、報道もしてるし、はい、いろいろとね、その辺も関係してるんちゃうかってこともあるし、はいはい、で、この中田敦彦の YouTube 大学とかでは、文鮮明っていうのはイエス・キリストが亡くなって、まあ、その生まれ変わりが文鮮明っていう形の設定のようですね。ああ、なんかやってましたね、詳しく解説みたいな。うん、で、まあ、この文鮮明が亡くなって、まあ、信者が減ったりとか、分裂をしたりとかしたんだけども、結局はね、この反白者が、まあ、私こそがイエス・キリストの生まれ変わりっていう形でね、うん、まあ、そういう形で、今、統一教会の信者が、まあ、信じているという形でなっているんだろうけども、はい、まあ、一応まあその文鮮明が、まあ、唯一まあ私にだけまあそういう継承させてくれたというか、そういう設定にしているみたいですけどね。あ設定をね、うん、でまあこの統一教会に入信すると、最初の3年半はまあ商品販売とかをして、まあ、次の3年半はまあ勧誘活動をして、でそれが終わったらまあ合同結婚式に参加できるって形でなってるんで、まあ、これはね、女性信者の場合とかは、まあ、その入る時期が遅かったら、まあ、子供とかもできなかったりとか、まあ、そういう問題とかもあるのかどうか分かんないですけども、うん、まあ、統一教会もね、最初はその学校のサークルとかで、まあ、宗教とは言わずにね、まあ、その宗教といってもなかなかね、キリスト教ってことも言わずに、うん、でまあ、教祖とかも、まあ、合宿の最後に発表してね、そこからまあ貢献しましょうっていう形で言うんだけども、はいはい、まあ、特にその時には何に貢献するかも言わないっていう形で、まあこの辺がね、この洗脳の仕方がうまいというか、うん、まあその一気に言ってしまったら、まあ、うさんくさいっていうのがね、気づいちゃうんで、じっくりとね、洗脳していくっていう形で。わからないようにやっていくんでしょうね、最初から。そうですね。うん、まあ、ちなみにその海外の方とかでは、銃乱射事件とかで、まあ、その銃規制強化を狙った、まあ、そういう形の陰謀論とかをメディアとかで取り上げて、まあ、遺族らの名誉を築けたとして、なんかその損害賠償でね、66億円の判決とかも出たりとかしてるみたいですけども。すごい額っすね。そうですね。まあ、このなんか陰謀論者が、なんかそのもともとそれで370億円ぐらい荒稼ぎしてるって形で、はい、まあ、その辺でね、稼ぎやるからそんだけ分の損害賠償って形だったんでしょうけども。あ、なるほど。まあ、この辺があるからね、直木マンションさんとかも、あんまりその安倍晋三さんの銃撃事件については、まあ、陰謀論を語りたくないみたいで、はいはい、まあ、報道されていることだけでの怪しいことって形で、うん、扱ったりとかしてますけども、まあ、本当の陰謀論はね、有料サロンだけで話しますよって形で、ああ言ってましたね、まあ、陰謀論って形でね、まあ、一言で言われてしまうとね、まあ、何もなかなか事件については言えなくなってしまうんでしょうけども、はいはいはい、まあ、ただね、この実際に起きた事件として、まあ、面白かったのが、まあ、創価学会の金庫事件というか、うん、まあ、以前がこれも事件も上がったんだけども、面白そうだったんで、国会図書館で、ね、資料を通して、まあ、この事件は、
横浜ステキンコ事件という形で呼ばれてて、はい、1989年の6月30日に横浜市の旭区のゴミ処理場の作業場で、古金庫を解体中に中から1億7500万円が見つかった事件 で、はい、でまあ、この翌日には古金庫は廃棄物回収業の共和産業が日本図書輸送の土台営業所から回収したものって形で、まあ、判明して、うん、まあ、ここはね、創学会の支援も得ている会社の一つで、まあ、公明党の元議員の大川氏が社長をしていて、はいはい、でこの営業内容的には、まあ、新聞とか雑誌とか、まあ、美術品とかね、まあ、そういったものを輸送とかね、なんか教育資材の、まあ、販売とか倉庫業とかもやってるって会社って形で、うん、でまあ、売上とかも59億円って形で、まあ、まあまあ大きな会社だったんですけども、そうですね、でこの日本図書輸送の社長が警察の事情聴取に応じて、まあ、金庫のもともとの持ち主は政教新聞社の元専務理事の中西春夫だって形で、まあ、語って、だからまあつまりその自分から名乗り出たわけじゃなくて、会社がね、持ち主はこの中西春夫だって形で、まあ、語ったって形で、はいはい、まあ、それでね、当然まあ中西にも記者会見、まあ、するって形になったんだけども、うん、でそこでまあ私のものに間違いないって形で答えて、でこの中西のまあ記者会見がね、あまりにもその世間の納得をさせるものじゃないって形で、まあ、批判が起きたっていうことなんだけども、うん、まあ、その内容っていうのが、その1億7500万円っていうのは1970年頃から3年間中西氏のサイドビジネスとして総本山大石寺の境内で売店を営んで、お土産物で金牌とかを売った純利益だって形で、まあ、語ったって形で、はあ、まあ、この10年以上も前に稼いだお金っていうのは、まあ、仮にね、税金払ったのかなって形で言われても、まあ、時効が過ぎてるかって形でね、うん、まあ、それで払わなくていいっていうこともあったんだろうし、まあ、他にもね、まあ、金庫の保管年数とかの関係とかもあったんかも分かんないですけども、すぐ使う必要がなかったんで政教新聞地下の倉庫に、まあ、置いた私物の金庫にしまっておいたって形で、はいはいはい、まあ、5、6年間はまあ覚えてたんだけども、まあ、その後ね、忘れちゃったって形 で、で今回その事情を知らない職員の方で粗大ごみとして処分されたって形でね、はあ、いうことなんだけども、まあ、当然ね、この話は誰も信じないというか、もうね、まだその銀行とかに、ね、預けてて忘れたんだったらまだ分からなくもないんだけども、うん、倉庫なんで当然まあお金とかもね、あの預けてるお金って形で払わないといけないだろうし、そうね、まあ、しかもこの中西氏はお金のことを忘れてたって形で言ってるんだけども、自分の土地をね、自宅と土地を担保に、まあ、銀行から350万円の借金とかもしてたみたいなんで、はい、まあ、当然ね、そのことはありえないという形で、まあ、その政教新聞の社員だった時にサイドビジネスとして、まあ、稼いだお金ってことなんだけども、まあ、そもそもね、サイドビジネスも認めてないし、この金牌っていうのは1972年に売り出されたものだから、うん、まあ、時系列的にも合わないっていう形で、はいはい、まあ、これがね、この政教新聞社の名誉社長だった、まあ、池田大作の裏側にあるって形で、うん、まあ、メディアとかは断定したって形でね、まあそうでしょうね。でこの前からの池田大作の裏側については指摘をされてたんだけども、はい、今回ね、そのお金が思わぬところから出てきてしまったって形で、まあ、当然この裏側っていうのは創価学会の信者からのお金って形で、はい、まあ、信者からのお金っていうのは毎年ね、12月の財務で献金をさせるんだけども、一口1万円で定額で任意のように見せかけてるんだけども、実際にはね、地域ごとに競争させて、どこが一番の財務が多いかって形で、まあ、競争したりとかしてて、はいはいはい、まあ、ちなみにこの事件が起きたのは1989年って形で、まあ、この年だったら大体まあ2000億円ほどの財務があったって形で、はぁーでこの財務は、まあ、多く出せばね、福運がつくって形で、まあ、意味付けがされてるんで、うん、まあ、それで、まあ、その倒産とかね、夜逃げとかの、まあ、そういった、まあ、学会員とかの不幸とか不祥事が、まあ、後を絶たなかったって形で、まあ、この時点で学会員が200万人って形でされてたんで、1人当たりまあ10万円ぐらいの献金をさせてたって形でね、なるほどね、まあ、なかなかその財務に関してはこの他にもね、あの特別財務とか交付基金って形の別口とかも用意されてて、この特別財務っていうのは地域とかにね、会館とか施設を建てるときに呼びかけたりとかしてね、うん、まあ、これもその、まあ、この時で言ったらまあ年間200億円ぐらいはあったって形で、まあ、この交付基金っていうのは会館で行事とかを行うときに、まあ、光熱費とか会館の維持費っていう形の名目で1人2000円から1万円ほど集めるって形で、はい、まあ、これがね、まあ、創価学会の収入としてあったって形で、うん、まあ、他にもね、この政教新聞社とかで、まあ、政教新聞の他にも、まあ、月刊誌とか単行本とかの売り上げとかもあったりとかしてね、はいはいはい、で、まあ、この政教新聞は朝日新聞の、まあ、部数も超えたって形で、まあ、話題とかにもなったりとかしましたけども、まあ、ありましたね、まあ、いろいろとね、まあ、あの部数を減らさないために夫婦だったりとか切り抜き用に2部必要だからみたいな感じで押し付けたりとかまあ平気でね、
まあ、ゴブとかも押しつけたりとかしておいとかしてる例とかもあるみたいですけども、絶対必要ないですけどね、ゴブって。そうですね。まあなんか昔とかは印刷とか配達とかも政教新聞がやってたんだけども、うん、今はその印刷を毎日新聞がやって配達を読売新聞がやってるって形で、はい、まあ、これなんかその公明新聞とかも扱っているから、まあ、政教分離の対策でやったのか、まあ、それかもその熱心な、まあ、信者がね配達員だったけども今はね高齢化とかで断念したのか、はいはい、まあ、これは分かんないんだけども、うん、まあ、いろいろとね、それではその読売新聞とか毎日新聞は創価学会にはまあ否定的な記事はまあ書けないという形でね。なるほどね。で、まあ、この毎日新聞は2009年にまあお世話になっている池田大作の記事とかがまあ掲載されたりとかして物議を醸したりとかしたこともあったりとかしたようですけどね。はいはいはい。でちなみにこの創価学会はこの他にもまあ支援している出版社とかもまあ企業はね、まあ、たくさんあって、まあ、その取締役に創価学会の幹部とかを送り込んで、まあ、会社から配当っていう形でお金を受け取ったりとかしてね、はあ、まあ、一部の人間だけはまあ儲かってるって形の仕組みようですけどね。ああですね。で、まあ、こういったその裏金っていうのは他の宗教とかにスパイを送り込んだりとか、まあ、破壊工作とかをしたりとか、まあ、してるって形で、まあ、その他にもね創価学会の学会にお菓子とかアンパンとか、まあ、そういったものを配ったりとかして、うん、まあ、そういうお金も使ったりとかしてるみたいですね。ああそうですか。まあ、他にもねその国連平和賞とかそういった裏金でまあ、寄付をして賞をもらったりとかしていたりとかね、うん、まあ、池田大作さんが海外に行くときには公明党からもお金を出させたりとかしてて、まあ、逆にね自民党とかは統一教会と政治家がバレないように、まあ、裏でつながろうとしてたんでしょうけども、うん、まあ、実際にはこの創価学会と公明党のようにまあズブズブの関係になっていったって形で、まあ、岸田内閣もね7割が統一教会と関わりがあるって形で判明したし、まあ、逆にね関わりのない議員を探す方が難しいのかも分からないんですけどもそんな状態ですかねやっぱりうん、まあ、国会議員は普通に8月っていうのはお盆とかで地元に帰って、まあ、地元の講演会とかに挨拶回りとかをする時期なんだけども、うん、まあ、今回はね、まあ、統一教会の問題とかもあったりとかして逆にね帰れない議員とかが多いかも分からないですけども、はいはい、まあ、萩生田議員に関しては統一教会との関係についてはね、まあ、今後はまあ断ち切れるかって形の質問に対して最初はねあの適切に対応って形で、まあ、歯切れの悪い対応してたんだけども、うん、まあ、それがね批判が殺到したのか、まあ、一応次の記者会見というかあれでは、まあ、あの断ち切るって形のね言葉を改めて、まあ、出したって形でね、まあそれも怪しいですけどね、うん、まあ、この現役の統一教会信者が、まあ、萩生田大臣と統一教会の親密な関係を暴露してるからね、はいはい、まあ、この辺も関係ないって形では、まあ、言い訳は、まあ、できなくなってるし、うん、まあ、今回その関係を断つっていう発言でさらなるね暴露が出てくるかも分かんないですけども、そうですね、まあ、この間はその選挙とかで萩生田大臣の要請を受けて、生稲議員の、まあ、支援をしたばかりなんだけども、まあ、それがね裏切られてしまったっていう形で、まあ、統一教会信者としたらまたね暴露してくるかも分かんないですけども、なんかいろいろでもね暴露してほしいですけどね、つながってたメディアも暴露するってこの間ねホームページとかから出してましたけど統一教会も、そうですね、うん、まあ、ちなみにこの岸田首相は統一教会がねあの問題があるから今後はね距離を置かなければいけないって形で、言ったんだけども、まあ、なんでね関わったらダメなのかっていうことについては一切口にしないって形で、はいはいはい、ただこの高市早苗議員に関してはちょっとまあもっとやばいというか統一教会よりももっとやばい、あの七男が創設をした銃器を扱う科学的なねサンクチュアリ教会の団体が、自民党の総裁選で高市早苗議員を支持する凱旋とかも行ってたりとかしてね、はい、まあ、核シェアリングとかもそうだし安倍晋三さんの、まあ、敵基地攻撃能力とか、まあ、そういったね攻撃的な姿勢を、まあ、継承という形で、うん、まあ、この辺がね、まあ、国会とかで取り上げられたらまあ、さらにまずいんちゃうかなってことも、ありますけども、ほんまですね、まあ、この安倍晋三元首相が、まあ、殺されてるのに、まあ、カルト宗教のねカルト教会の実態を調べようとしないって形で、まあ、この辺もねちょっとまあおかしいし、うん、まあ、これからもねズブズブやってきますよって形の、まあ、宣言なのかなって形ではありますけども、時間が例えばみんな忘れるとか分からなくなると思ってるんですかね、まあ、そうかも分かんないですね、うん、まあ、ちなみにその追及してる側のねメディアとかも、まあ、実はその一番追及していた日本テレビがね統一教会との接点が見つかったって形で、はい、まあ、あの24時間テレビの参加ボランティア団体としてテロップとかでも紹介されてますよって形でね、まあ、証拠とかもアップしてましたけども、うん、まあ、この日本テレビだったらミヤネ屋とかでもね国会議員に対して、まあ、特に知らなかったとは言わせないみたいな感じでねきつめに言ってたんだけども、結局はまあメディアがまあ一番関わってたのかもしれないって形でね、はいはいはい、当然まあこの24時間テレビに関しては、まあ、氷山の一角ってことなんでしょうけども、
まあ、いろんな番組の、まあ、ボランティアとして関わっていたのかも分からないですね。あ、意識的にそういうとこと統一教会関わるようにしてたんですかね、いろんなメディアとか政界とか。統一教会としてはそういった活動っていうのが大学とかで、ね、こういった活動もしてますよって形でアピールもできるしね、あのそういったことで、まあ、信者とかを増やしていたのかなって形ではありますけども。なるほど、ね。まあ、実際にはそのメディア側も、まあ、加害者側って形でなってたのかなって形でね。で、まあ、ミヤネ屋とかではその注意喚起とかを、まあ、最初にね取り上げてるから、まあ、この話題を、まあ、取り上げるしかないんでしょうけども、はい、ただまあ金曜日とかの放送では、まあ、おそらくその統一教会が24時間テレビの関係を取り上げてるのを知ってたんだけども、まあ、金曜日の段階とかではまあ、報道ができなかったというかね。当然まあその土曜日に24時間テレビがあるからね、それで言えなかったのかなって形で。で、一応まあ宮根さんはまあこれはね個人的な意見だけどもって形で、まあ、我々メディアも統一教会ともしね関係があるんだとしてはそれはまあダメだと思うって形でね述べてましたけども、おそらくねあの時点で統一教会が24時間テレビとまあ関わっているってこともね、まあ、報道とかも見てたんだろうなって形ではありますけども。はいはいはい。ただまあ今更ね中止にすることもできないし、まあね、まあ、あまり追及することもできないからって形で、うん、まあ、おそらくまあ月曜日に報道するのか、まあ、この辺はね、まあ、報道しないのか、ちょっとまあ月曜日の放送がちょっとどうなるかはあれですけども、注目って感じですね。そうですね。うん、まあ、この24時間テレビも、まあ、そもそもねチャリティー番組なのに出演者にはね高額なギャラとか、まあ、その辺もいろいろまあおかしいことは多いんだけどもね、うん、まあ、なかなかこの辺がね一番批判できてた日テレですら、まあ、統一教会に関わっているわけだから、まあ、当然まあ他のメディアとかもね関わっているのかなって形ではあるだろうしね。まあ日本テレビに関しては7年間も24時間テレビに、まあ、ボランティアとして、まあ、関わっているって形でねやってましたけども、はいはいはい、まあこれがね反社会的団体のように報道してるけども実際メディアも統一教会と、まあ、関わっているだろうって形でね、まあ、過熱した報道するんだったらもっと証拠を出していくぞって形でね、まあ、脅してましたけども、うん、まあ、なかなかね、まあ、これが月曜日からどういう形で扱っていくのか、これもねしっかりと認めた上で謝罪してね今後、まあ、統一教会と関わらないみたいな感じでさらに厳しく追及してほしいですけども、まあ、どういった展開になるかですね。そうですね、まあ、関わっていかないというのはもう無理です。そうですね、まあ、今後ね、まあ、どういった展開になっていくのか皆さんのね予想とかもコメントもらえて嬉しいですね。そうですね、ぜひコメントください。あとチャンネル登録、まだの人は登録の方もお願いします。よろしくお願いします。